ははいいおはようございますすフレッドの恐竜チャンネルです、えー、今回はですね、えー、箱の中にまた恐竜のフィギュアをねたくさん入れたので、えー、こちらを紹介していきたいと思いますはい結構ねあの最近レビュー動画が多くて、えー、これ上げれてなかったんですけど、まあ、平常運転でまたやっていきたいなと思います、はいえー、最新の恐、ね、竜のおもちゃとかも少し入れてみましたはいでは見ていきましょうか まずこちらですね。パラサウルロフスになります。はい。こんな感じですね。これはね、恐竜ワールドジュニアっていう、えっ、ー、と、百均とかで売られてるシリーズなんですが、その中でもかなりクオリティが高い方ですね。こんな感じです。はい。えー、水玉模様みたいなのがあって、全体的に黄色が多いんですが、かなり鮮やかでいいんじゃないかなと思います。はい。他のシリーズはね、ちょっといまいちの部分多いんですけど、 これはいいんじゃないかなと思います。はい。次です。はい。えー、兄がア,アニマルアドベンチャーのティラノサウルス X ですね。こんな感じです。これ結構古い動画で僕紹介したことがあったかなと思うんですが、こんな感じですね。はい。 え、これはね、ジュラシックワールドバージョンで、あの、アニアって2種類恐竜とかよくあるんですよね。えっと、タカラトミーさんオリジナルのやつと、えー、ジュラシックワールドとね、ライセンスを組んでるやつあるんですが、これはまあ、ライセンスを組んでる方のやつですね。はい。口がこういう感じで開閉してですね、えー、こんな感じで吠えてるような感じにできますね。はい。で、手には関節がないんですが、足の軸がね、 稼働するので、ちょっと走ってるような感じとか、獲物をね、むさぼり食ってる感じとかが再現できますね。はい。で、一応ね、この尻尾の方に関節があって、こういう感じでちょっとなびかせるような感じでね、動かすことも、えー、可能です。はい。こんな感じですね。だから一通り関節を活かしてポージングをさせると、こういう感じになりますね。 ものすごくポージング決まるわけじゃないですけどね。まあこういう感じで遊べるんじゃないかなと思います。はい。えー、次です。はい。えー、こちらですね。新しい恐竜シリーズ、恐竜フィギュアシリーズの、えー、っと、カルノタウルスですね。はい。こんな感じです。これ結構売り切れ続出してまして、えー、ちょっと今品薄になってる感じですね。はい。 造形はね、えっ、ー、と、P 社からの、まあ、オマージュというか、パクリというか、インスピレーションを得たというか、ええー、まあ、そういう感じなので、造形はかなりリアルですね。こんな感じです。色がですね、灰色っぽいようなカーキ色のような感じにですね、小豆のような感じの色がちりばめられてますね。はい。こんな感じです。で、口の中にね、ええー、若干、あのー、口のね、赤いペイントが、えー、ついてますね。はい。 まあ、このアングルから見るとかなりリアルなんじゃないですかね。すごい、たまらないですね。はい。次です。はい、ちょっと変わり種かな。えー、オビラプトルですね。はい。こんな感じです。えー、これはね、どこで買ったかなえっ、ー、と、確かなんか、県外のホビーオフかどっかで買ったと思うんですけど、 こんな感じですね。これはね、トイザラスの恐竜の、ね、プレイセットに入ってたやつですね。はい。オビラプトルのフィギュアって結構、この手のね、おもちゃの中では珍しい感じがしますね。はい。で、まあ、これのね、卵泥棒っていう設定が昔あったからか、まあ、この卵を握ってる感じがありますね。 顔立ちはまあ似てるかな程度で、ものすごく100%ね、オビラプトルっぽいかって言われると、微妙な気もしますね。はい。こんな感じですで。足のね、指がちょっと特殊で、後ろ指にもね、えー、例えば、ティレックスが見たらね、指ここに生えてるんですけど、後ろの指がね、こういう感じでこう、足として使えるような感じで伸びてますね。はい。 色はまあこんな感じで、えー、ベージュ色に黒っぽい色がついてますねでとさかの部分がね、えー、オレンジ色と黒と口の中も若干塗られているんですがこれはまあムラー程度ですかねで目の部分がね、えー、緑色エメラルドグリーンみたいな感じですねはいでまあ卵にもちょっと塗装があるんですが若干指に漏れてますね この感じです。はい。はい。次です。えー、口が大きく開いたトリケラトプスですね。これはですね、えっ、ー、と、こういう感じで尻尾をね、口の中に入れて、えー、遊ぶことができますね。はい。色がね、ベージュ色に青っぽい色がついてますね。はい、えー、次はね、スピノサウルスですね。こんな感じです。 これはなんかね、肩を組もうとしてるような独特のポージングなんですが、昔の恐竜のチープトイだとこういうのがよく売ってたんですよね。はい。えー、こんな感じです。色がね、元のプラスチックが黄色で、これね、えー、っと、緑っぽい黄色バージョンも守ってるんですけど、これはね、えー、っと、何色ですかね。なんかこう、黒っぽいような緑っぽいような、なんかあの、ブラックバスみたいな色をしてますね。はい。 で目の部分がね、えっ、ー、と、黄色っぽい色ですかね。はい、こんな感じです。なんかそういうマスコットっぽいですよね。なんかこう、ゴジラっぽいというか、はい、そんな感じです。はい。えー、次です。えー、ミニチュアプラネットのね、オルニートミムスですね。こんな感じです。えー、これもね、結構昔の動画で僕がブックオフで買ったやつですね。こんな感じです。 まオルニトミムス系統なんで何体かあってもね、いいんじゃないかなとは思いますね。はい。まオルニトミムスといえば、えー、ジュラシック・パーク一作目のね、あの、なんか、平園をすごい逃げ回ってて、T レックスに行って襲われる場面が印象的ですけど、はい。ハモンドコレクションでも一応出てるっぽいですね。はい、こんな感じです。色はですね、えー、っと、ベージュっぽい色かなになんかこう、灰色とか、 いろいろな色がついてますね。結構リアルだと思います。はい、はいえー、次ですね。えー、っと、これ何だったっけねなんかダイソーで少しだけ売られてた恐竜シリーズなんですけど、それのステゴサウルスですね。こんな感じです。えー、これね、なんか5種類ぐらいあって、一時期一瞬だけ出たんですよ。で、あのー、すぐね、取り扱いが終了した感じで。 えー、結局僕はこれとティラノサウルスしか持ってないですね。はい。これステゴサウルスはこんな感じなんですが、結構可愛いですね。まあ、一応背中の板がね、一列には並んでるんですが、えー、互い違いに並んでるのがわかるような感じでね、えー、と配置されてて結構いいんじゃないかなと思いますね。はい。で、まあ、こういう感じでちょっと模様もあって、顔はこんな感じですね。はい。結構可愛いですね。 こういうのね、もうちょっとね、ダイソーさんも出してくれればよかったのになと思うんですけど、多分販売、販売,販売終了しちゃってるんで、ちょっとあれですね。まぁ、あ、ちょっと田舎のダイソーとか行けば、うなんかこう、運良く吊り下げてあるかもしれないですね、はい。次です。はい。えー、スティラコサウルスのフィギュアですね。こんな感じです。 これね、なんかあの、あの、4D パズルザウルスデラックスのステラコサウルスにすごい似てて、これね、他に何種類かあるらしいんですよ、この小さいフィギュアが。なんで、なんかそれもなんか他の、その、ね、4D パズルザウルスデラックスのパクリの造形みたいな感じらしいですね。はい。で、まあ、あの、元のね、ステラコサウルスも結構顔つき怖かったんですけど、これも、まあ、それを受け継いでて、ちょっと怖いですね。なんかもう、 絶対これ装飾恐竜じゃないだろうみたいな顔つきしてますね。はい。はい、次です。えー、ミニチュアプラネットのイグアナドンですかね。こんな感じです。はい。まあ、えーイグアナドンはね、結構商品化されること多いですけど、まあこの手のね、現代っぽい感じの、えー、復元図のフィギュアっていうのは割と珍しいかなとは思いますね。 え色がね、えー、灰色っぽい色かな何色でしょうかね薄橙みたいな色に、えー、黄緑っぽい色がついてますね。目は黒い点で再現されてます、はい。ちょうどいいサイズ感でいいですね。ミニチュアプラネットって、はい。こんな感じです。まだ最近ゲームセンターとかで置かなくなりましたよね。はいえー、次です。 謎のコンドルっぽい恐竜ですね。これはなんか海外の恐竜おもちゃセットに入ってたんですが、未だに何なのかよくわからないですね。もともと恐竜のおもちゃじゃなかった説もあるんですけど、どうなんでしょうかね。はい、えっ、ー、と、色がね、白に黒っぽい塗装がついてますね。はいえー、次です。えー、これは何かな恐竜ワールドジュニアのケラトサウルスに似てるんだけど、 結構小さいやつですね。はい。えー、こんな感じになってます。はい。色がね、えー、っと、オレンジっぽい色、茶色っぽい色かな。えー、で、こけ茶色が塗られてる感じですね。はい。えー、こういう感じでね、まあ、元のケラトサウルスが結構好きなんですけどね。えー、まあ、こういう感じでなんか色々、パクられてるのかななんかよくわからないですけど、色々ね、あのー、なんか他のメーカーさんを出してますね。 はいえー、まだまだいろいろありますね、はい、見ていきましょうはいえー、ジュラシック・ワールドのね、おもちゃのポストスクスですねこんな感じですえー、これはね、僕の動画の最初期ぐらいでね、紹介したことあるやつなんですけどこんな感じですねはいえー、これは確か、尻ぽを動かすとそう、口がこう動いたんですよね この赤い膜も動くようになってていいですね。はい。で、他の可動部分としては、まあ、しっはもちろん動くんですけど、足がちょっとね、関節あって、こう、横横動く感じで、若干クリックあるんですが、えー、動きますね。はい。で、前足の方はね、ちゃんとジョイントがあるので、こういう感じでね、動かせますね。だからこう、ちょっと、ね、水を飲んでる感じとかね、えー、なんか他の、 草食動物のね肉を食べてるシーンとかが再現できますね、はい、色はねえー、っとなんかこうお腹の部分を見るとちょっとね、えー、っと灰色っぽい色があるんですが全体的に青っぽい薄い濃い青色かな濃い青色っぽい感じの色ですねで上を見ると黒っぽい色がついてますねはいこの形ですなんかねポストスクスって赤いイメージありますけどね、はい え次です。はい。えー、これも動画の最初期ぐらい出したやつですね。カマラサウルスだったかななんかね、どう、視聴者さんがなんか教えてもくれたんですけど、それちょっと忘れちゃって、すいません、なんか、ジョバリアだったかななんか忘れたんですけど、はい、これですね。はい。えー、こういう感じで、なんか多分、結構ね、高めのブランドの恐竜おもちゃだと思うんですけど、結構材質は良さげで、かつ、えー、っと、 なんていいうか造形もリアルですねはい、色がお腹の部分が白い色で、まあ、ボディ灰色で黒っぽい点がいっぱいありますね、はい、顔ナップを見せるとちゃんとある程度顔の造形はされてって、まあ、他のねチープトイとは比べ物にならないぐらいリアルですね、はい はい、次です。えっ、ー、と、これ何だったっけななんかね、名前忘れたんですけど、あの、ダイソーじゃない、セリアさんでね、売られてる恐竜のクリスタルフィギュアみたいなやつですね。こういう感じで、こう、口がね、開いてるんですが、こんな感じですね。これちょっと可動域があって、口の部分と首が動いて、こんな感じで動きますね。で尻尾も少しね、動くんですが、ちょっと外れちゃいましたね。 はい、こんな感じですね。姿勢は、まあ、ゴジラ型ですね。まあ、この手のね、えー、おもちゃなんで仕方ないんですが。はい、こんな感じです。で、まあ、透明なんでね、関節というか、ジョイントというか、まあ、あのー、中身のね、この、軸みたいなのが丸見えですね。こんな感じです。はい、えー、次ですね。 えー、恐竜ワールドジュニアシリーズの、えー、誰だっけえっ、ー、と、ブラキオサウルスですね。はい。これは結構古めのやつなのか、えーと、目の塗装が結構綺麗ですね。僕がね、他で持ってるやつ、ちょっとね、目の塗装が雑だったんですよね。はい。こんな感じですね。色合いはね、まあやっぱ恐竜ジュニワールドジュニアらしいなって感じはするかなえー、と、お腹の部分がちょっとこう、 なんかパン生地みたいな色で、えー、お腹の部分が、えー、まぁいろいろな色がね、ついてますね。サンドグリーンとか緑とか、オレンジとか黄色とかね。こんな感じですね。はい、顔が、まあ首から頭にかけてこう、何色と言われんですかね。えっと、緑ですね。 緑がついてますね。で、顔のドアップ見せると、こんな感じなんですが、なんかモロ、ネッシーっぽいですね。何っけも、も、も、モーレケ・ムベンベでしたっけあの、アフリカにいるなんか謎の生き物みたいな。はい。だから結構、採折が濃厚ですけど、いますよね、はい。多分名前間違ってるけど。それが出てくる映画で、えっと、 あのなんだっけ、ダイナソープロジェクトって映画があるんですけど、それは僕結構好きですね。なんかあの、なんだっけ。結構 B 級映画なんですけど、あの割と CG はリアルでね、好きだったんですよね。え、はい、ー、次です。これはまあ、ドラビノサウルスか何かですかね。何なんだろう。あのー、こんな感じですね。これはね、 何だったかなえっと、ブックオフかなんかで買ったから、なんかね、100円で何個入ってなんかワゴンで売られて,てたんですよ。それで買ったやつだと思いますね。はい。えー、こんな感じですね。色がね、灰色で緑っぽい色とかがついてるんですが、ここに黄緑色が3箇所ありますね。はい。えー、全体的にね、ステゴサウルスとはちょっと違ってて、 えー、背中にはねまっすぐなトゲが生えてて山荒らしみたいですねはいだね後ろ足にこうトゲがついてるのって古めの復元図な気がするんでどうなんですかねこっち側につけてるべきだと思うんですけどはいこんな感じですねもしね自分が肉食恐竜だったらこんなやつ絶対襲いたくないですよねすぐ当たりそうだもんなんか絶対痛いってこれとは思いますはい 感じですねこれね、確かね、海外のね、僕が買ったおもちゃでね、似たようなやつがあったと思うんで、それも近々レビューしようかなと思ってますね。はい。えー、ちょ、まだまだいろいろありますね。はい。OK。えー、ミニチュアプラネットのサイカニですね。これすごいリアルでかっこいいですね。 最下にやっていい分かる程度のおもちゃはどれも傑作が多い気しますけどね。海洋堂とか。はい。えー、トリケラトプスですね。これはちょっと目が残念なやつですね。はい。あの、元の造形は多分かっこいいんだろうけど、他がちょっと目がね、目でだいぶ印象下がってる感じですね。 え色が黄色に、ちょっとね、何色ですかね、青っぽい、青色っぽい感じの色かな。目の部分がね黄色ですね。唇が、口の下がね赤ですね。こな感じです。そして、これはね、レゴブロックのパチモノですね。昔出てたんですけど、インドミナス X ですね。 インドミナスレックスのレゴって結構大きめなんですけど、これをなぜか縮小したやつですね。はい。で、だからこれはレゴ車にはもともとない方なんですよね。はい。これは T レックスがあったと思います。はい。口がこうやって開いて、こういう感じで実稼働しますね。で、腕の付け根も稼働して、足首も、足の付け根も稼働するので、結構ポージングできると思いますね。 結構ね、えっと、今思うと、アニアに可動似てるんですが、こう首がね、回転することによってね、結構こう襲ってるポーズが取りやすいというか、アニアの方もね、ここにロールをつけてくれればいいんですけどね。まあ、アニアはちょっと可動が変わるってことはないと思うんですけど、はい。なんか、もうちょっとね、ひねってくれてもいいような気もしますね。はい。えー、次です。 えー、これはなんかな、えー、首長竜ですねフタバサウルスか何かだと思うんですがアニアのシリーズですねはい、えー、こんな感じになってますねはいえー、まあ関節がね結構独特でしてえー、前のヒレがねこういう感じで稼働してえー、首の付け根がねこういう感じで軸稼働ですねここに変な関節があって動きますね ジョイントが2箇所あるので、こういう感じでね、動かすことができますね。はい。はい。小さい距離は最後やりましょうかね。はい。えー、アンキロサウルスですね。はい。えー、こんな感じになります。はい。えー、まあなんか結構ね、松ぼっくりみたいな造形ですけど、まあ、こんな感じになってますね。はい。 これは多分ね、海外の恐竜フィギュアセットに入ってるやつで、トイザラスで売られてたものだと思いますね。はいお腹の部分がね灰色お、えー、側面が茶色、上の部分がね黒とか茶色、黒とか、えー、灰色っぽい色ですね。はい、で先端がね、えー、ベージュっぽい色ですね、はい。正面から見るとすごい牛っぽい顔をしてますね。はい そしてこれがねえっ、ー、と「アニアニマルドアドベンチャー」の「ジュラシック・ワールド版」のディメトロドンですねはい顔がこれすごいリアルなんですよねえっ、ー、とマテル版より結構僕好きかなって感じの造形ですねはい尻尾がこういう感じで動いてしなるような感じで動かせますねはいまあここのね足の先端が軸可動をつけて欲しかったかなって気は正直するかなはいそんな感じですね そしてこれはえっ、ー、と恐竜ワールドジュニアと同じ型なんですが、えー、海外のフィギュアセットに入ってたトリケラトップスですねこんな感じですはい、えー、色がね、えー、何色かななんかハムっぽい色をしてますね全体的にで茶色がついてる感じですねこんな感じですはいこれでちょっと小さい恐竜が結構あるんですが えまずこちらですね。アニーアニマルアドベンチャーのパラサウロロスですねで。後ろ足が稼働して、尻尾がこうしなるような動きができますねで。これ珍しくね、首がこう動くことができるので、いろいろな姿勢のポーズが取ることができますね。上の葉っぱを食べてるポーズとか、水を飲んでるとかね、泳いでるとかね、いろいろ取れますね。 同じです色はね黄緑色と緑色がついてて上の部分がね何色ですかね、えー、何色といえばいいでしょうあのちょっと黒茶色っぽい色してますねはい次ですはいえー、メガロサウルスっぽい恐竜のフィギュアですねこんな感じです、はい えー、筋肉質のティラノサウルスですね。これは国内のね、理ノーなんとかみたいなのに入ってたやつだと思いますね。えー、恐竜の化石みたいな感じのフィギュアなんですが、昔セリアでね、えー、っと、なんか打ってた恐竜発掘キッドに入ってたやつなんですが、材質が結構ね、悪くてね、こういう感じになってますね。 えー、ステゴサウルスのフィギュアですね。これは、ま、ああのー、よく出てくるやつですね。はい、背中の板はちゃんと互い違いになってます。はい。えー、セイソモサウルスか何かですかね。はい、こんな感じです。結構ね、ち、あの、小さめのフィギュアなんですけど、かなり大柄だと思います。はい。色がね、サンドグリーンに。えー、何色ですかね。えー 茶色色っっぽい色が、斜線が線入ってます、ねはい。目の部分がね、えー、黄色と黒で塗られてますねはい、えー、こちらはね「恐竜キング」っていう昔あのー、シリーズがあったんですけどそれのカルノタウルスですねこんな感じです、はい、えー、なんか主人公のなんかあのー、相棒みたいな感じでいた記憶がありますね、はい こんな感じです、えー、これはよくねフックトイで売られてたシリーズに入ってたアンキロサウルスだと思いますね今は新しいシリーズが出てますはいこんな感じですねなんかモグラみたいですねはいこれはなんかアニアの小さい版みたいなやつじゃないかな首がこういう感じで動くブラキオサウルスですね何で見るとサウロポセイドンにも見えますけどこんな感じですね えー、プテラノドンですねこんな感じになってますね、はいえー、トリケラトプスですねこんな感じになっててこれはなんかガムっぽい色してますね竜、はいえー、脚類かな小竜脚類っぽいですけどプラテオサウルスとかそこら辺な感じがしますね、はい えー、日本のおもちゃでよく見かけるディメトロドンのフィギュアですねはい尻尾がすごい長いトリケラトップスですねこんな感じですこれ最近またなんか買ったんですよねはいえー、首が長い古竜脚類みたいなやつなんですけど多分ヒプシロフォドンか何かだと思いますねそして最後の一体が えー、パラサウルロスですね。こんな感じです。はい。というわけでね、今回、えー、出してたものはね、こういう感じで寄せていくとですね、まあいろいろ出てきましたね。はい。まあこんな中で印象に残ったものといえば結構ね、古い僕の動画で紹介したことがあるやつがね、再登場することが多かったかな。はい。まあいろいろいましたね。 アニア系トはまあ、それはクオリティ高いのは当然なんですけど。これとか結構珍しかったですね。はい。まあいろいろありましたね。なんかね、これをね、海外の YouTuber さんがね、よく紹介してるんで、あの、なんかいろいろ買ってみようかなとちょっと今思ってるんですけど。まあ、おいおい考えてますね。はい。そんな感じですかね。 はい、えー。というわけでですね。まあ、今回は、えっ、ー、と、恐竜のね、フィギュアの、えー、箱に入ったやつをね、たくさん紹介してきました。えー、まあ、僕のチャンネルではね、えー、恐竜のね、フィギュアの紹介動画とかをたくさん上げてるので、恐竜好きな方、恐竜好きなね、お子さんがいらっしゃる保護者の方、えー、子供の頃恐竜好きだったなと思ってね、最近、なんかおもちゃとかをね、なんか見たりしてる社会人の方とか、 えー、ぜひね、えー、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい。えー、そうですね、まぁ、あ、ちょっとね、あのー、身内の用事で、あのー、違う地方の方にちょっと行きまして、えー、それで、あのー、恐竜のね、フィギュアがたくさん売ってるところがちょっとあるんですよね。えー、っと、ホビーオフが。ちょっとそこに行ってね、えー、っと、いろいろチープトイとか、こういうのあるかな。 えーまあ、こんな感じのね、えー、マテルとかのフィギュアがあれば、えー、買ってきたいなぁとは思ってるんで、えー、またね、ちょっとそれで購入してきたら購入報告動画を上げようかなと思います。はい、まあ、不発な可能性もありますけどね。はいえー、そんな感じですかね、はいえー。そんな感じになります。はいえー、多分ね、今動画のおすすめ動画とかが出てると思うんです、そこからいろいろチェックしてみてください。 はい。今日はそんな感じでした。はい。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。